地元の方は絶対住まない場所。銅像が2体あるんだけど、1体が指が11本あるんだよ。手の指が11本あるんだよ。銅像があった場所の壁に人型のシミができてるんですよ。はい、今回も心霊アイドル龍也さんにお伺いしたいんですけれども、はい、なんかこうめちゃくちゃ怖かった話とか、はい、印象深い体験ってありますか？中学生の時の話なんですけど、私が入学した中学校ってすごく歴史があって校舎も古くて、もう危ないからベランダは出ちゃいけませんぐらいの感じだったんですよ。で、まあ、入学して、もうすぐに七不思議がやっぱりあるっていうのを気づいていろいろ聞いていくんですけど、美術の先生で A 先生っていう方がいまして、うん、この方男性で、まあ、40代ぐらいだったんですけど、なんと心霊スポットが大好きで、うん、自分でサイトを作っていろんな心霊スポットに行っては写真撮ってそれを載っけてるみたいな感じの方だったんですよ。でめちゃめちゃ気が合うからすごい仲良くなってでそしたらある日 A 先生が、リワちゃんこの学校の不思議なことを一個知ってるって聞いてきたんですよ。で知らない、何ですかって聞いたら、あのプールに銅像が2体あるんだけど、それのどっちかの1体が指が11本あるんだよ。手の指が11本あるんだよ。それを数えると何か悪いことが起きるらしいよって教えてくれて、いやもうそんなん聞いたら行くしかないでしょって思ってその時一緒にいた友達と2人で昼休みにプールサイドに行って、うんうん、そしたら本当に銅像あるんですよ、プールのもうすぐそば、うんうんうん、なんでこんなところにいたと思ったんですけど、女の子の銅像と男の子の銅像が1体ずつあるんですけど、うんうん、もうただ突っ立ってるだけの、はい、なんか何もポーズしてないのがあるんですね、うんうん、俺も変だななんて思いながらも、うん、でまず女の子の手を数えよう、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、あ、10本普通のが、うんうん、なってじゃあ男の子の方調べようと思ったら1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11って11本あったんですよ。本当にあ、11本あったって、うん、わあすごいって騒いでたらもうチャイムが鳴ってしまって、うん、あやばい次の時間体育だって思って、うん、急いで戻ったんですよ。着替えなきゃいけないからね。そうなんです。でその体育の授業っていうのが、あの体育館でバスケかバレーか外でサッカーかっていうのを選べる感じだったんですよ、うんうん、で私なぜかサッカーを選んでしまって友達と離れちゃって、うん、しかもサッカー選んだのが5人しかいなくてでもサッカーなんかできないよってなって、うん、もう先生とおしゃべりしながらちょっと遊んでるような感じで授業が進んでったんですよ。そしたらいきなり地面が大きく揺れて、うん、どん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 大きくなるんですよ。でも立ってられないぐらいになっちゃって、うん、みんなでちょっとしゃがんで、揺れが収まるまで待とうみたいなことになって、うんうん、本当に大きく揺れたんですよ、はい、めちゃめちゃ怖くてなんだろうってなってたんですけど、まあ、しばらくしたら止まって、あ怖かったねってなって、で授業が終わってから、うん、体育館にいた友達に、地震大丈夫だったって聞いたら、え、揺れなんかないよって言われるんですよ。他の人に聞いても、揺れてないよで、うん、納得がいかないと思って、うん、まあ、一応ネットで調べたんですけど、その日は地震起きてなくって、うん、あれ一体何だったんだろうっていうことがありまして、うん、で大人になってからですね、うん、そのことがずっと消えなくて、うん、ちょっと改めて見に行ってみようって思ったんですよ、うんうんうん、プールに。そしたらまあ一応卒業しちゃってるので中には入れないんですけど、うん、外からプールって見えるんですよね、うん、で見に行ったらもう銅像はなくなってたんですよ、うんうん、なんですけどその銅像があった場所の壁に人型のシミができてるんですよ、うん、え、あれシミだよなって思って、うん、でしかも学校側も気づいてて何度も塗って潰そうと消そうとしてるんですけど、うん、それでも浮き出てきてしまっている感じのシミがあったんですよ。怖で一体その地震は何だったのか、あと銅像の意味が11本あったのも何でなのかっていうのが謎のまま今も印象にすごい残っています、うん、それ場所はだいたいどの辺ですか？はい、関東。関東なんですか？はい、ちょっと関東以外のところを思い浮かんじゃったんで、はい、うん、関東なんですね。関東なんですよ。あの中学校があったところ自体も居道と言われている土地で、うん、地元の方は絶対住まない場所って言ってました、うんうん、
あの国公立だとね、そういうところに建てられたりしますもんね、はい、道とかにも誰も買わないから、はい、でしかもその中学校では校庭に知らない人が入ってきて焼身自殺したりとかもしてるんですよ、うん、すごいすごい、ね、いやで も, でも、ね、あの検索しても分かんないんじゃない、分かってもいいんですけど、そんなところちょっと珍しいですね、はい、すごい道なんですよ、でもなんか多士症って結構その、はい、ものすごい昔の人は意外と多かったんじゃないかみたいな説もあるから、はい、なんかこう時空が歪んだ、はい、その揺れだったのかなとかも、あちょっと夢が広がります、いやいや夢じゃない、結構怖いですよ異世界みたいな、うん、あの今ちょうど車に乗ってるんで、はい、こんな同じようなシチュエーションで起きた心霊スポットでの話をしたいと思います。やだ、はい、やめてくださいよしかもちょうどこんな感じで私が左側に座ってたんですよ、うん、で右の人がなんか起きたのやだやだ大丈夫です、とあるお城跡にあのロケで行くことになりまして、スタッフさんたちはもう事前にロケ班で何回か行ってるので、まあちょっと慣れてる感じだったんですけど、まあ、一応ナビを住所入れて案内してもらって出発したんですよ、うん、でしばらく走ってたらなんか突然狭い道にナビが案内してきて、うん、でそのまま従って曲がっちゃったらなんか民家が右側に見えて、うん、あこれ私有地じゃないってなったんですよ、うんうんうん、やばいやばいってなるけど細いんで引き返せないんですよ。だからどっか広い場所見つけて急いで引き返そうってなって、そしたら左側にも民家が見えて、うんうん、その民家がまあ引き戸なんですよ。古いお家なんで引き戸なんですけど、そこが開いてて、うん、男性が体を半分こう乗り出してこっちを見てたんですよ。うん、目があって、うん、いやこれ怒られるわってそれ言ったら、いやそんなはずはないってスタッフさんたちが言い始めて、うん、ちょっと車止めてって言って車を止めて降りてってその民家の方に行っちゃったんですよ、うんうん、えなんでなんでなんで喧嘩とかになったら怖いぞって思っていたら、うん、あのちょっとリュアちゃん降りてきてって戻ってきて言われて、うんうん、降りてその家の前まで行ってみたらボロッボロの廃屋で、うん、もう人が住まなくなってから何年も経ってるようなところだったんですよ、うん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 、もちろん人もいないし、うん、でも男の人見たよなって思って、うん、男の人が立ってたところをこう覗いたら、うん、なぜかパチンコ玉を入れるドル箱が天井までずらっと並べられてて、うん、人が立てるスペースがなかったんですよ、うん、それドル箱が並んでんのもすごいですよね。すごいんですけど、とりあえずまあ非打ちだろうから一旦出ようってなって Uターンして出るんですよ、うん、でもう一回ナビ入れ直して、うん、正しいスポットに向かおうとするんですけど、うん、何度も何度もナビはその家の方に案内しようとしてくるっていう、うん、そんなことがありました。結局行けたんですか？行けました。もうナビ切って行きました、うん、あナビ切って行けたんですね、はい、どういうことなんだろうそれって。さあ実際にある場所なのかな。あります。なんかそれこそ異世界じゃないけど、はい、そのないはずの道に迷い込んだのか、はい、なんかナビが勝手にやったのかどっちなのかなって思って。ナビですかね。心霊スポット行こうとするとナビが結構おかしくなったりとか、うん、ねそれもありますよね、はい、じゃそれってでも誰が運転してて誰がナビで設定してもそうなるってわけじゃなくて、はい、たまたま、たまたまリュアちゃんの、はい、その一行だけ、はい、だけがそうなったってこと。なります。へえ、それはやっぱりなんかありましたね。はい、まあ、実はしばらくいてみたんですけど、うんうん、なんか姿は見えないのに足音がずっと歩き回ってて、うん、私たち見られていますねみたいなことはありましたしばらくいたんだ、はい、みんな足音聞いてて。えみんな聞いてたんですか、ね、その霊感ない人でも。ない人も見えないけどいるよねみたいなのをみんなでやってました。うわ怖いや、あのナビが狂った時って、はい、もうすぐに切っちゃった方がいいんですかね。でも続きが気になるじゃないですか。怖い人はすぐ切ったらいいと思うんですけど、はい、心霊アイドルだからね、はい、もうずっとその
示す方向に行きたいなって思っています、うんうん、私はなんかそれ聞いてて、そんなパチンコのドル箱があったってことはすごいパチプロだったのかなとか言って、なんかすごいあの会話できたらね、儲かりそう、面白そうだなって思いました。ありがとうございました。ありがとうございます。デイトナインターナショナルの YouTube ではあなたのオカルト情報を募集しています。取材に行ってほしい心霊スポット、また心霊写真、UFO、宇宙人に関する情報など、下の概要欄のメールアドレスまで送ってください。よろしくお願いします。